こんにちは、ピアニーズです。9月11日水曜日からリーズ国際ピアノコンクール2024の本大会二次予選が始まります。つい先日、ショパン国際ピアノコンクール2025の申し込みが始まり、ピアニーズからもアナウンスしましたが、リーズ国際ピアノコンクールも大注目です。というのも、日本の若き天才ピアニスト、牛田智春さんが二次予選に進出されています。また、2015年の第17回ショパン国際ピアノコンクールに史上最年少で出場された丸山なぎのさんのお名前もあります。今回は、リーズ国際ピアノコンクールの概要と二次予選以降の熱戦スケジュールをご紹介します。今月中にファイナルを迎えますので、お見逃しなく。リーズ国際ピアノコンクールは1961年に創設された歴史ある国際コンクールです。3年に一度開催され、今回で第21回を迎えます。このコンクールは若手ピアニストの登竜門として世界中で高く評価されていますね。過去の優勝者にはラドルプー、マレイ・ペライア、アンドラーシュシフなど、後にクラシック音楽界の巨匠となる演奏家たちの名前が並んでいます。日本人ピアニストとしては、1975年に内田光子さんが第2位に輝いています。そして2021年の前回大会では、小林海斗さんも第2位に。2024年の今回のコンクールには、世界中から数百人の応募があり、厳しい審査の結果、65名が一次予選を受ける権利を獲得しました。そして2024年3月30日から4月8日の一次予選を勝ち抜いた24名が二次予選に進出しました。日本からは牛田智春さん、丸山なぎのさんが二次予選に進まれています。日本のクラシック音楽ファンにとって大きな喜びですね。今回からリーズ国際ピアノコンクールとしては初の試みであるブラインド審査が導入されました。審査員が演奏者の姿を見ることができないということで、人種や性別などの偏見が取り除かれています。それでは二次予選以降のスケジュールを詳しく見ていきましょう。二次予選は9月11日から13日にイギリスのリーズ市で行われます。24名の参加者はそれぞれ40分間の対照的な独奏プログラムを2つ用意し、そのうちの1つを指定され演奏します。牛田智春さんはこの二次予選でどのようなプログラムを見せてくれるのでしょうか。ショパンやドイツロマン派の作品を中心に据えるのか、それともロシア音楽を聴かせてくれるのか、非常に楽しみですね。二次予選を通過した10名がセミファイナルに進みます。セミファイナルでは参加者は75分以内のプログラムを演奏しますが、次の要素が含まれる必要があります。 1. ソロピアノ曲、 2. 20世紀または21世紀の指定された作品、 3. 室内楽作品です。まず室内楽をグループ A とグループ B から1曲ずつ選びます。グループ A の選択肢は次の通りです。ブラームス、ピアノ、四重奏曲、作品60。リーチ、ピアノ、五重奏曲、作品67。ショスタコーヴィチ、ピアノ、五重奏曲、作品57。ベートーベン、ピアノ、三重奏曲、作品70-1。メンデルスゾーン、ピアノ、三重奏曲、作品11。ラヴェル、ピアノ、三重奏曲。続いてグループ B の選択肢は次の通りです。ベートーベン、バイオリンソナタ、作品30-3。ポーレ、バイオリンソナタ、作品13。メンデルスゾーン、チェロソナタ、作品58-2。ブラームス、チェロソナタ、作品38。そしてソロピアノ曲を組み合わせて対照的な2つのプログラム A、B を用意します。20世紀または21世紀の指定された作品以外はプログラムの A と B では同じ曲を演奏できません。審査員はプログラム A、B のどちらか一つを指定します。
ちなみに20世紀または21世紀の指定された作品とは現代音楽作曲家の作品ですが、こちらもどのような曲なのか気になりますね。あまり耳馴染みのない曲だと思うので、どの作品が自分に合っていてどのように仕上げていくかという作業も大変だと思います。セミファイナルを勝ち抜いた5名がいよいよ決勝に進出します。ファイナルはイギリスのブラッドフォード市で開催されます。決勝では参加者はロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団と共演し、ピアノ協奏曲を1曲演奏します。参加者は2つのグループから1曲ずつ計2曲の協奏曲を選択し、そのうちの1曲を審査員が指定します。グループ1の選択肢は次の通りです。J.S. バッハ、ピアノ協奏曲、2単調、BWV-1052。ベートーベン、ピアノ協奏曲、第1番、破調調、作品、15、第3番、変路調調、作品、19、第4番、途調調、作品、58。メンデルスゾーン、ピアノ協奏曲、第2番、2単調、作品、40。モーツァルト、ピアノ協奏曲、変補調調、ケッヘル、271番、変路調調、ケッヘル、450番、2単調、ケッヘル、466番、変補調調、ケッヘル、482番。続いて、グループ2の選択肢は、次の通りです。バルトーク、ピアノ協奏曲第3番、途調調。ブラームス、ピアノ協奏曲第2番、変路調調、作品、83。ショパン、ピアノ協奏曲第2番、ヘタンチョー、作品、21。リスト、ピアノ協奏曲第2番、イチョーチョー、サール125。プロコフィエフ、ピアノ協奏曲第2番、トタンチョー、作品、16。第3番、ハチョーチョー、作品、26。ラフマニノフ、ピアノ協奏曲第4番、トタンチョー、作品40。パガニーニの主題による、教師曲、イタンチョー、作品43。ラベル、ピアノ協奏曲、途調調。シューマン、ピアノ協奏曲、異端調、作品54。クララ・シューマンビーク、ピアノ協奏曲、異端調、作品7。ショパンコンクールを見据える牛田さんは、グループ2からは、ショパンのピアノ協奏曲、第2番を選択されるのでしょうか。牛田さんはいろいろなピアノ協奏曲をコンサートで弾かれているので、何を選ばれるのか、興味深いです。気が早いですが、牛田さんがどの協奏曲を選択するのか、そして指揮者のドミンゴ・ヒンドヤンとロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団とどのような化学反応を起こすのか非常に楽しみです。リーズ国際ピアノコンクール2024は世界中の若きピアニストたちの熱い戦いの舞台となります。特に日本の誇る牛田智春さん、丸山なぎのさんのご活躍は大注目。素晴らしい演奏に心から声援を送りたいと思います。二次予選以降はプログラムを2つずつ提出しなければいけません。審査される曲の2倍の曲を準備しなければならないため、難易度の非常に高いコンクールといえます。皆様もリーズの行方に注目してみてはいかがでしょうか。クラシック音楽の素晴らしさを再発見するまたとない機会になるはずですよ。それでは今回はここまでとさせていただきます。皆様のピアノライフを心から応援しております。